えー、それでは渡辺監督です。いや、ナイスゲームでした。そうですね。はい、良かったです。あのまずピッチャーからお伺いしますけども、野上ミのあの替え時4回3分の2で 2>、はい、逆転したらすぐ変えましたね。えー、今日はちょっとねあの腕も触れてなかったですし、ちょっとこう気持ちもネガティブな感じがしたんで、ちょっと早めに交代しました。しかし変わった戸ガもそうですが見事なピッチャーでした。 まあそうですねあのやっぱりホームランで、ねえー、勢いづいているやはり打線を、ね、やっぱしっかり止めてくれたと思います特にあの後ろの3枚ですねウィリアムズもそうです、長田もそうです、それから涌井もパーーフェクトリレーですよみんな、ねえー、自分の,そのやるべきことはみんな分かっていると思うし、まああの今日は、ね、本当にいい形で、えー、3人でね綺麗、えー、に終えてくれたのでよかったと思います。 ウスコはまあ、中島が今いないという状況で予番がしっかりと仕事をしましたね。まあ大きな仕事ですね。えー、やっぱ逆転されて、えー、すぐ、えー、次の回にね、えー、逆転し直したっていうところでまあ、本当あの貴重な一発だったと思いますし、まああの一発でね本当にあのチーム自体もよしこれでいけるっていうそういう雰囲気になりましたね。そしてあの。 このも貴重な追加弾になりました。朝村一発。はいはい、えー、大阪桐蔭コンビが仕事にしてくれました。そうですね。まああのー、こ,このとこ朝村の状態もいいですし、まあここ数試合に一番で起用しますけど、まああの思い切りのいい,いいバッティングをね、えー、してくれたと思います。あの監督は一戦一戦今本当に大事な試合が続くという話をいつもしてますけども、はい、なんかこう手応えみたいなものを今日の試合で感じるまでですか。うん、まあうんそうですねあのー。 まあいろいろ怪我人がね出たりしてえーえーチーム状態はねえいいとは言えないんですけど、まあそういう中でもしっかりみんながカバーし合いながら、まあ本当チーム力の勝利だと思います。おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。